どうもどうも、魚でございます。魚のマインクラフトでございます。おはようございます。完全に寝起きですね。いや。今回はですね、前回、連れてきた、引っ越ししてきたというか、まあ直で言うと、強制連行してきた、あの方いますよね。この方と取引をね、していこうと思いますよ。とりあえず、紙がね、いるのかな？で、エンチャント本もらえるんだ。いいね。とりあえずじゃあ紙を作っていきましょうかね。33個か。よろしくな。よろしくな。師匠。師匠さん。師匠さん。師匠さんが言えない。師匠さん。お師匠。お師匠でもなんでもないや。師匠。よろしくな。うん。まあ本屋さんだな。本屋さん。うん。行きましょう。大丈夫かな？声めっちゃ低いよ。声めっちゃ低いというか、なんか、かすれてる感じ。うん。ちょっと冷房つけて寝ちゃってね。声やってるわ。まあ、ここにね。なんだ、釣り堀の下にね、このサトウキビ畑を作ってあるんで、そちらから適当にサトウキビを買っていく。マジで、もう口が全然動いてないな。うん。あいうえをかきくけこ。隣の客はよくかき食う客だ。なんだっけ、赤巻紙、黄巻紙。なんだっけ、知らん。全然知らんわ。やっていこう。よいしょ。よいしょ。いや、季節のね、変わり目ってやっぱりさ、こう、温度調節って難しいじゃん。うん。窓開けて寝ると、なんか朝寒いんだよね。だからこう、なんか冷房でね、調整しようとするんだけど、そうするとね、変に乾燥しちゃって今度は。うん。で、喉やっちゃうみたいな感じがね、難しいですよね。いや。なんかね、今日はちょっと、用事があるんでね、家を出る前にマイクラを取ってしまおうと、そういうね、考えでやっているんで、朝ね、早く撮っているんですけども、うん、そうしますとですね、こんな感じの弊害がね、生まれるわけですよね。うん、声が変な感じになるっていうね。いつもよりなんか、ねえ、こいつ誰だみたいな声になるっていう。うん、まあ、話のトーンとかで、まあ、判断していただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。よいしょ。ではでは、帰っていくぜ。帰りまして、3スタックあるか。3スタックあれば、紙どんぐらい作れるんだ？紙は、こう。あ、3枚か。そうか。じゃあ3スタックできるんかな？紙は言ってもそんなにできないか。うん。よいしょ。こんな感じ。今、3スタック半ぐらいか。3スタック半。よーし。家にね、ちょっとサトウキビがまだ1スタックあったんで、これをクラフトしいので、何個になるかな？はい、このぐらいかなりますね。で、これでまあとりあえず紙のとこを一回カンストっていうかストップまでいけたらなとね。で、一応エメラルド持っといていきますか。師匠さん、名札くれ。名札、どんだけ名札の回稼ぐんじゃってなんかコメントがあった気がするわ。すいません、行きましょう。ではでは、こちらをトン、補充してトン、もう一回補充してトン、補充してトン、補充、あ、そん結構いくね。本ちょうだい、トン、まだいく？やばない？タン、あ、来た。オッケー。これで一回か。で、どっかでリセットしたいが、もうリセットする方法これしかないじゃん。やばくね？こんないらんよ、爆発耐性なんて。どうすんのこれ。あ、来た。よかった。リセットかかったな。で、本来たか今度は。本かコンパスか。名札コンか。そうか、紙がもっと欲しいな。紙が。うん。どうしよう。あれ？紙か。あれかな。本を交換して、本棚を交換して、それを解体してやっていくスタイル？ないか。そうか、本からは紙はできないもんな。マジか。サトウキビが全然足りんぞ。どうしましょう。じゃあ誰からか、なんか物々交換でエメラルドをゲットしてからの、あれかな？またなんか師匠さんと取引していく感じ？うん。なんもねえぞ。石炭ぐらいか。石炭。おっさんは？あ、羊毛。羊毛か。羊毛は普通に自分で使いたいからな。
ゾンビ肉。あ、ゾンビーファルな多分。よーし、ちょっと実家からね、実家、もう実家でもなんでもないけど、あの元いたね、一番最初のね町から、なんだろう、ゾンビーフとかね、サトウキビ持ってきましたよ。ではでは、ちょっと寝ようかな。夕方なっちゃったよ、夕方に。寝ましょ寝ましょ。寝るぞ。よいしょ。そんなら、そんなら、どうしましょうか。司書さん、どこだ？一旦あれかな。紙をクラフトしようか。ここで、サトウキビがね、2スタック半ぐらいあったんで、こちらをまた、紙に変えて、こうして、いきますよね。はい。しましたら、まあ、3スタックいかないぐらい、できましたね。ここで、また、司書さん、どこだ？いた。あんたまた交換してくれい。くれい。エメラルドくれい。エメラルドじゃないけど、あの名札をとりあえず、あ、来た。来たぞ。こっからじゃあ、あ、また来たね。名札来る？ほっ。あ、来ない。あー、来ない。あ、ガラス。ガラス来たか。ガラスか。時計。時計、エメラルド、記入済みのボン、ボン、本、記入済み。記入済みってなんだろう。エンチャント？わからんが。うん。どうしよっかな。これ以上行くんかな。てか、ガラスの先あんの？それが怖い。だから、牧師さん結構やったんだけど、1、2、3、4、5、6、7、あ、7まで行くか。1、2、3、4、5、6、7、8、あ、やばくね？名札くんのこれ、外れ？外れパターンある？怖くね？こうしますよね。どうしよっかな。本か。記入済みの本ってのがよくわかんねえけど。どうしよう。本棚そんないらんしな。本棚そんな、コンパスもガラス。ガラスがかろうじて欲しいぐらいだ。ちょっと、どうだ？ダメですよね。あ、来た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 。来たぞ。耐久力来た。名札来るのこれ。どうしよう。またガラス買う？ガラス。ガラスなんて作れるけどさ。爆発耐性いらんし。どうしよう。本棚かな。ちょっと本棚買おうかな。本棚、まあ、ちょっと欲しいんで。まあ、作れるっちゃ作れるけども。いや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 。本棚どこだ、本棚。来たな。3個か。そんないらんよ。こんぐらい？どう？どう？あ、来たぞ。来た来た来た。名札来い、名札。頼む。奥さん。またシルクタッチだ。嬉しいけど。違うでしょ、そこは。シルクちょっと一応もらっとこうかな。シルクもらっとこう。これで。はい。どうだ？来ない？あ、来たぞ。こいつなんかめっちゃ品揃え良くない？ねえ。どうなんどうなんこれ。なんかあれかな、いろんな買い物すればどんどん増えてくんかな。うん。どうなん？来た！うわ！来たぞ！おお！すげえ！買おうぜ！2個！うわ！やった！来たぞ！もう来ない？来た！名札の先何があんの？何くれるの？どうしよう。今21個で名札だったけどさ、18個で名札とかさ、なんかディスカウント始めたらどうする？ないけども、そんなんないけどさ。来たぞ名札。うおー、名札最終か。名札最後だ。やったやったやった。おー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。その首をこっち向くやつなの。このなんかあのペットがやるやつな。あのなんか、猫じゃらしかなんかこう動かすと、こう猫がこう、それを首で追うみたいな感じ。こんにちは。こんにちは。あんたらこんに、あ、飽きた。飽きるな。飽きるよね。ありがとう。ちょっとゾンビーフに変えて、ちょっとあのエメラルド回収するわ。ありがとう、ありがとう。うめえ。ちょっとこれあれだな。もう量産して、名札をね、ガンガンやっていきたいな。
うわうわうますぎる、うめえ、買い物うめえ。じゃあここもなんかあれかな、なんか買ったらねえ増えるんかな、なんかレッドストーンとか買ってみようかな。ポン、増えます？増えねんかい、増えねんかお前、マジか。まあお前ら小麦やるわ、子供作れ、子供作れ、お前ら子供作れ、子供を作りなさい、あんたら子供を。な、ダメか、ダメか、まあいいや、まあいいや、まあ増えてたらその時だな。うん、まあ条件はまだよくわからん。またまたやっていくか。うわ、よかった、でも増えたわ。増えたっていうか、名札来たよ。ねえ、ちょ、次回あれやってみる？なんだっけ、なんたらかんたらってやつ。ねえ、なんかあの、なんだろう、ジェブ的なやつよ。なんか名札で変な名前つけると、なんか出るってやつをね、やっといけるわ。来ましたよ、名札。どうですか？やったぞ、やった。おぉ、ゲットした。どこ、師匠？師匠？師匠？どこ行った？お風呂？お風呂にいます？おらん、どこ行ったあいつ、どこ行った師匠。あれ、あ、おったおった、テレビ見とる、テレビ横からね。え、多分テレビの配線が気になるんだな。うん、多分 B キャスカードがちょっとね抜けかかってるから、あの差し直したら映るよ。うん、ありがとね、もらえたわ。ちょ、この辺しようかな、この辺で。 ありがとうありがとう。ねえ、名札もらえた、ありがとうな。やったやったやった、こっち向いてる、こっち向いてる、嬉しい。よし、ではね、こんな感じで終わります、今回。やっとね、名札ゲットしました。申し訳ない。ちょっと名札パートね、先すぎだな。うん、ごめんね。ではですね、もしよろしければ、動画の高評価などよろしくお願いいたします。では、また会おう。やったぜ。やったぜ。